家永隼人は神道流、新影流、朱座流、戸田流の4流を学び、その秀逸を選び7か条ずつ3段にして甲冑やわら、五分足取りを定め、さらに6か条の剣術も含ませております。諸流やわらのご演舞でございます。諸流やわらは坂の上の田村麻呂が清水観世音に祈願してやわらを伝えられたのが無双観世流で、彼が開祖であると伝えられている。源頼朝が幕府を開き、朝廷の勅使を強要するため相撲会を催し、各地の強者を集めたとき、商標であったが、武装関税流27代、毛利、右平太、国友が抜群に強く、頼朝や諸将が大いに感嘆した。以来、諸将流を名乗る。南部藩、岡部兵衛、常重が鎌倉で諸将流46代、石田辰之進の門に入り、伝授47代を継承した。以降、盛岡藩の初代となる。
Yeah! Oh! Stop! Stop! Yeah! Stop! された104年の間の戦の中で使われた武器とその使用法もあったと伝えられています。時代の変遷とともに後継者も徐々に減り、ごくわずかな人々に転々と保存されてきたが、大正初期琉球古武術研究会を起こした矢比久孟伝の本堂平信方はなお現存し、残存し埋没している古武術の型を求め、その人技人技の伝統を訪ねて8種の武器を使用する40余りの型を集大成した。Thank you.
Thank you.